こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、ストール風ベストを、脇とか、後ろ身頃のところを、閉じはぎをして、完成させていきます。閉じはぎの前に、念のため、ストール部分の鎖の数を数えて本当の真ん中を調べておきました。 1,2 目のズレがあったのでくっつけてしまう前に一旦本当の真ん中を調べておくといいと思います。で、ストールのどちらかに閉じる用の糸と身ごろの編み始めのところに閉じる用の糸があると思うので、それが逆側に行くように配置します。最初にかごめ編みの裾のところを閉じていくんですけど、表側を向けて置いたら右側に閉じる用の糸があると思うので、ストールの方は閉じる用の糸が身ごろの左側に来るように置きます。それでかごめ編みに裏表はないのでねじれないように、こっちとこっちで、そのままぐるっと上に当てながらねじれないように下まで裾を先にこっちとこっちをつけちゃうんですけど、心配な人はねじれちゃったりが心配な人はここでちょっと仮止めをしておくといいと思います。で、閉じるのは表を見て閉じるのでこのような形で、後ろ身ごろの表、ストールを突き合わせるようにしたら、端っこを持って合わせます。表を見て閉じていきます。Aラインベストとかコットンのベストの作り方を見て、かごめ編みの閉じ方がもう分かっている方はこの部分は飛ばしていただいても大丈夫です。はじめはこっちに糸がついてたらこっち側の鎖の下の目のところに下から上に向かって通して、でこちらの初めの目のところにここを下から上に向かって通して引っ張ります。そうしたらこの鎖と鎖の目の間に渡っているここの糸をすくって
反対側の鎖と鎖の間のこの糸をすくってくっつけていきます。次はさっきの糸がこれだから、次はこの目と続けて、ここから糸が出てるので隣のここ部分さっきの糸はこれだから隣のこの鎖のこれとここから糸が出てるので、その隣のこの部分さっきの糸はこれなので、その隣のスペースのこの糸、ここはもう編んだ閉じた糸だから、その隣のこれとこれから、これはもう閉じた目、閉じた目の隣のこの部分、これとこれ。もう一回やっときます。どんどん進んでくると次がどこの目か分かりづらくなってくるので、ここの目はもう閉じたから、その隣の目とこっちも、ここはもう閉じてるので出てる糸の隣のところ、この状態でこうしていくと閉じることができます。これを私は今回はかごめ編み部分全部と、この身ごろの部分はお好きな長さで開けてください。メリヤス部分が短い人はかごめ編み全部閉じなくてもそんなにデザインは変になりません。ベストだし、さっと羽織りたいので袖の部分はそんなにちっちゃくない方が、狭くない方がいいんじゃないかなと思っています。お好みで好きなところまで閉じていってください。両方閉じたら次はの背中の部分の閉じをします。糸始末は
まだしていませんが、脇のところ両方閉じれたので、後ろ身ごろの背中の部分とストールの部分をつなげていきたいと思います。こちらも表を見て、さっき脇で閉じたのと同じような感じで、数を数えて合わせてあると思うので、そのまま目リアス部分は2目で1個飛ばしっていうことかな。1個飛ばししながら、これと飛ばして、次ここ飛ばして、次っていうような形で、かごめ編みのこの部分と鎖の、メリアスのこの部分をつないでいきます。35個つないでいく予定で、印はしたけど、どっちから拾ったらいいかっていうのは、印のこっちから右側の目から拾っていきたいと思います。これとじゃ最初の1個目、こんな感じで、次はかごめ編みの場合はすぐ隣、ここを拾ったのですぐ隣、メリアスは ここも編んだので1個飛ばして次、ちょっときつくならないようにして、かごめ編みは次、メリアスの場合はここが終わってるから1個飛ばして次、っていう形で、剥ぎ合わせてください。ここと一個飛ばして、これで完成させたいと思います。背中の部分の剥ぎ合わせができました。糸始末は裏に返して、最初だけちょっと引っ掛けるみたいにして、後ろ身ごろの編み目のところに絡めて処理するといいと思います。
張りすぎないように気をつけて。安心だなと思えるぐらい絡めて、もう一回だけちょっと戻っときます。こんな感じで糸始末できました。ここも裏に返して鎖の部分が2つ重なっているので、そこにこうぐるぐる行ったり来たりして糸処理をしてください。ストールの編み始めだったこのちょっと短いこっちストールなんだけど、ここの処理も裏側のこの閉じ合わせたところにくるくると絡めて糸処理をします。完成しました。すごく爽やかな色です。ほんのちょっとだけメリヤスのところに足しました。水通しやアイロン、スチームアイロンかけてないので、ちょっとメリヤス部分がくるくるしていますが、こんな感じで無事につながりました。分かりにくい部分があったかもしれませんが、軽くてまっすぐ編みなので減らし目もないし、ここもそんなに難しくはないと思うので、よかったら編んでみてください。かごめ編み、とても透け感があって柔らかくてとてもいい編み目です。じゃあ今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。